ミハイル・アレクサンドロビチククシュキンはカザフスタンの男子プロテニス選手。ソビエート連邦ボルゴグラード生まれで今はカザフスタンのヌルスルタンに在住している。これまでに ATP ツアーでシングルスで一勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス67位。身長183センチメートル、体重72キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。2010年全米オープンで4大大会初出場を果たすが、1回戦で第25シードのスタニスラス・ワウリンカに敗れた。同年のサンクトペテルブルクオープンの決勝で、世界ランク9位のミハイル・ユージニーを63、76で破り ATP ツアー初優勝を果たした。2011年全仏オープン1回戦で、 ダニエル・ブランツを破り4大体開発勝利を挙げる。2回戦で第12シードのミハイル・ユージニ位に敗れた。2012年全豪オープンではグランドスラム自己最高の4回戦に進出した。2回戦では第19シードのビクトル・トロイツキを3回戦で第14シードのガエル・モンフィスをそれぞれフルセットで破った。4回戦では 世界ランク4位のアンディ・マリーと対戦し1から6、1から6、0から1の時点で危険した。ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でフランスのジルシモンに4、6、2、6で敗れた。2014年スイスインドアでは1回戦で世界ランク4位のスタンワウリンカに6から4、6から7、6から3で勝利した。セルビアと対戦した。 デビスカップ2016ワールドグループ1回戦では、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに7から6、6から7、6から4、3から6、2から6のフルセットの末、赤配した。2019年全仏オープン男子ダブルスでは、ヨラン・フリーヘンと組んでベスト8進出を果たした。ウィンブルドン選手権では2回戦で、第9シードのジョニー・イズナーをフルセットで破るなど、 グランドスラム自己最高体の4回戦に進出した。4回戦では世界ランク7位の西コリに敗れた。全米オープンでは1回戦で世界ランク10位のロベルト・バウティスター・グルトをフルセットで破った。2020年全豪オープン男子ダブルスでは自国の後輩のアレクサンダー・ブブリクと組んでベスト4進出を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます